皆さんこんにちは、アサミコンサルティング司法書士の加代真理乃です。今日はですね、司法書士試験のですね、最終合格発表が、あったということで、私も最近合格したばっかりだったのでちょっと気になって、見ておりました。で、見ていてすごいびっくりしたことがあったんですけれども、ちょっとこれ最終結果の資料ですね、これ見えるかな、最終発表の資料なんですけど、まあ、多分調べればすぐ出るんですけども、まあ、まず平均年齢ですね、平均合格者の年齢 38.77、 38歳ぐらいで、まあ、相変わらず結構ちょっと高いんですよね。高いんですけれども、何より驚いたのが、まあ、まず最高年齢が80歳1人います。で、最低年齢がなんと19歳がいるんです。すごいなって思って、多分おそらく司法書士試験史上を20歳以下にの合格者出たことまだ一回もないと思うんですよね。なので19歳っていうのは多分今回歴史を塗り替えたんじゃないかと、思っております。本当に、すごいなと思います。まあ、ただ年齢関係なく合格した皆さんもね、本当にすごい努力されて、たと思うので、本当に、なんだか私まで嬉しくなっております。本当に皆さん合格おめでとうございます。今日は そういったところでちょっと資料を見てみて驚いたことをですね、ちょっとお話しさせていただきました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。